どうも、速稼塾の久保です。今日ね、ポストを見るとこういったものが入ってました。風鈴といいますかね、朝起き会の方の冊子でございます。何回か訪問を受けて冊子をいただいたり、それからね、お話をしたことがあるんですけども、私のところにもね、こういった風鈴さんという方がいらっしゃって、まあこの風鈴という会に入っていろんなね、かかとと関わりを持つと、本当に心から幸せってなんだろうとか、自分の人生生きてる意味ってなんだろうってことに気づけるらしいんですよ。本当に素晴らしいことだと思います。で、その会ではお互いの悩みを打ち明け合ったりとかね、相談したりとかするみたいなんですよ。それは本当にいいことだなと思いますけども、ここでちょっとね、パラドックスっていう視点で語ってみると、この風鈴さんというのに限らないんですけども、悩みを語り合う場があるっていうのは素晴らしいんですけども、逆に言うとですね、ここに入るとそれだけいっぱい悩みがあるのかと、悩みがたくさん毎週のようにあって全然さばけなくてまだまだ来るのかっていうところなんですよね。で、私はこの風鈴さんの会に入ってるわけでも何でもないんですけども、悩みはないんですよ。これ何でしょうかね、人と関わらなければ悩みがなくて、人と関わってると悩みが増えるというね。だったら何とか会のように集まらない方がいいんじゃないかなみたいなことも起きてくるんですけども、まあ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 、それはね、多少のストレスがあってもやっぱり人と関わることっていうのに対してね、メリットもあるからやっぱりやってるんでしょうね。で、お金を稼ぐってことは確かに必要なことなんですけども、セールスをするってこともやっぱりこう、まあ両面なんですよね。セールスをする、だからお金をもらえる。セールスをしない、お金もらえない。ですから、これは表裏一体になってるわけですよ。で、セールスをするストレスを感じる人っていうのは、それをくぐり抜けてお金いただいてありがとうっていう風な形になるのかなと思うんで、頑張って営業に行ったりね、成績上げたりとかするんだろうなと思いますよね。というのが、まあ前半のお話なんですけども、これからね、ちょっと話を前回の動画に切り替えさせていただくと、実はね、ハンターっていう方がまだいるんですよ、この世の中に。で、私の塾生さんの中にハンターキリンさんって方がいらっしゃってね、そのハンターキリンさんは何をやってるかっていうと、趣味で狩猟をしてるんですよね。銃でカモを息を潜めてカーンと撃ってね、で、そのカモをさばいてね、お肉にして食べるという。私のところにもお肉が送られてきたことがあるんですけども、非常に美味しかったですね。で、カモちゃんってこのぐらいの大きさでね、肉にしたら本当このぐらいしかないんですけども、やっぱり人に言わせれば残酷なんですよ。カモね、健康に生きてるカモを打って、で、それを蒸しって茹でてさばいて食べるわけですから。で、それについてやっぱりハンターキリンさん自身が、まあ残酷だというふうな感情もあるし、カモは大好きで可愛い、だからまあ無駄なくね、やってるんだと。で、自分は漁師なんで、これが一つの仕事でもあるしみたいなことね、語られてたんですよね。ちょっと内容細かく忘れて、私の勘違いがあるかもしれませんけども、でもある反面ね、卵ですら食べないヴィーガンというね、方がいらっしゃるんですよ。もう野菜しか食べない方ね、お肉類、魚も食べないみたいな方いらっしゃるんですよ。もちろんその方にはそれなりの理論理屈があって、やっぱり公平に見てね、人は動物を必要以上に殺しすぎてるんじゃないかなって、確かにそれは私も納得できるところではあると思うんですよ。で、人間は別に地球の支配者でも何でもなくってね、今回の感染症騒動でもああだこうだやってるのは人間だけで、人間以外の動物ってのはそんなことお構いなしに、鳥なら飛んでね、犬ならかけてね、猫だったらニャーと鳴いて普通に暮らしてるんですよ。人間だけがね、右往左往としてるんですよね。で、今回の感染症っていうのははっきり言ってフェイクなんで、何にも影響はないはずなのに、人間は必要以上に恐れてね、その先入観に振り回され踊らされているっていうことがあります。まあ私はね、テレビを見ない、 YouTube しかこうやって見てないんで、はっきり言ってね、それほどまでに感染者数が増えてるとか、なんだとかっていうのは分からないんですよ。分からないどころか、テレビの情報がないんで、インターネットの自分がね、信用できる人の論調とかを見ると、警戒するに値しないっていうのが、まあ、最も私の脳裏を染めるんですよ。ただ、インターネットから情報を取らずに、テレビからの情報を取っていると、テレビではチョイスされて、どういうふうにね、視聴者を先導しようかなって情報に溢れてますから。しかも横一線で同じ情報をテレビっていうのを流すんで、本当にね、みんながこう言ってるからこうなんだとかね、池上さんが言ってるからこうなんだみたいになっちゃうわけなんですよね。厚生労働省が言ってるからみたいなね。あ、ちなみに厚生省のホームページには、今回の感染症はただの風邪ですっていうふうに書いてますからね。なのに、テレビとか出てくるときはすごく慎重論をね、すごい怖いんだよってことを煽ってくるみたいな話し方とか切り取り方をしてるんですよ。このダブルスタンダードの恐ろしさ。私は常にね、省庁のホームページから公的機関の発信っていうのを探ることにしてるんで、
まあ、3次情報、4次情報、10次情報のテレビとか雑誌とか新聞ってものの情報はどっちかっていうと当てにしてないっていうか見てなんもないですね、最初から。もうあっち行ったりこっち行ったりしてるんで、やっぱり根元の第一情報を見るとそんなこと誰も言ってないじゃんみたいなことが展開されてるわけなんですよ。さあ、ちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしたんですけども、もう一回ね、ハンターの話に戻っていきます。私たちは確かに自分の生命を維持するために誰かの生命を殺している、搾取してるわけなんですよ。それは疑いようのない事実ですよね。で、どれだけね、動物を大事にしているとかね、あのビーガンだって言っても、これはちょっと嫌な言い方になりますけども、ゴキブリは殺すでしょと、蚊はパチンとやるでしょと、蚊取り線香をつけるでしょと、ベープはつけるでしょとなんですよ、ね、私たち人間が生きてるってことは、これはね、100% に近い確率で無意味に何かを殺してるんですよ。だって蚊なんてどうですかね、そんなにたくさん殺さないといけないもんですかね、うん、ゴキブリなんてどうでしょうか、気持ち悪いっていうだけで殺すに値するんでしょうか。もちろんこれにはいろんな考え方があるんで、私がどうこう考えてるかってことはね、ここではね控えさせていただきますけども、そこまで殺さないと生きていけないような人間なのかなってことなんですよ。で、私はどちらかというと、そこまで殺さないと生きていけないんだ人間はと思ってます。で、少なくとも人間同士で殺し合うことはまあまあなくなったかなというところありますよね。もう日本の人間の文化が上がってくるっていうのは、その人間以外の動植物をどれだけ殺さずに生きるかってことまでやっとたどり着いたんですよ。それでもまだいろんな問題起きてますよ。でもこれがね、やっぱり数十年、数百年でもっと前になると、人間同士を殺し合わないと土地も足りない、食料も足りないってことになってたんですよ。で、そこからせめて人間同士殺し合うのやめようかって形で、だん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 、あの大東亜戦争のあたりから境に人権ってものが叫ばれたり、少数民族の保護ってのが叫ばれたりとかして、なんとかここに来たわけなんですよね。うん、で、そう考えてると、やっぱり私たちはね、まだまだあの修行中の人間だと思いますよね。はい、では動画のまとめに入ります。あのビジネスの話をねしていかないといけないんで、ビジネスの話させてもらいますけども、私たちが何か商品を売るっていうことは、その分だけ誰かの売るチャンスを奪ってるんですよ。要するにね、これね、昔ね、私がサラリーマン時代に聞いたことなんですけども、我々が勝ち残る、生き残るってことは、それは人殺しと一緒だよと、そういう意識を持てっていうふうに言われたことがあるんですよね、先輩に。それは何かっていうと、ライバル会社は潰れるよと、うちの会社が100億から200億になった時っていうのは、その増えた分の100億のマーケットっていうのは、他社の10億とか5億みたいな売り上げを全部潰してきて、それをねどんどん奪ってきたんだと。だから他の会社はどんどん潰れるぞって言われたら、やっぱ潰れていったんですよ。どんどん潰れていって、その潰れた会社の社員、働いていた人、そしてお客さんが私の働いてた会社に統合されていって、一強ができたんですよね。私の勤めていた会社ってのは、地元では一強なんですよ。で、今ね、一部上場になってますけども、すごい強い会社になりました。で、まだね、全然田舎のスーパーっていう、部分は拭えないんですけども、まあ、ビジネスっていうのは殺し合いっていう部分もあるんですよ。これを顕著にしたのが投資です。 FX っていうのはみんなで1万円ずつ持って集まって、で、まあ、例えば10人がね、10人が1万円ずつ集まって、1人が10万円稼いで、9人はお金を失うっていうゲームを毎回繰り返してるんですよ。そしてですね、金利が発生するっていうのはどういう仕組みかっていうと、誰かが必ず破綻するっていう椅子取りゲームなんですよ。で、世の中っていうのは必ず金利っていうのが発生します。利息っていうのがありますよね。利息が存在する以上、誰かは絶対破産するんですよ。だからその誰かが破産したものをみんなで分け合って成長、経済成長っていうのが行われている、非常にね、むごたらしい世界であるんですよね。だからビジネスをする人は、ある意味これはね、刀や鉄砲は使ってないけども、戦国時代と同じ殺し合いだと思うしかないです。だから1にも2にも3にも自分が生き残る方法を手にすることによって、自分の愛する人を守る、そして守りたい人にその自分のね、戦う方法を教えてあげる、売ってあげるってことをして、自分の目の届く範囲の人を幸せにするってことが、まあ、自分の力の使い方なのかなと思いますけどね。ちょっと今回はね、生々しい話というか残酷な話をねしてしまいましたけども、まあ、たまにはこういうふうな現実も話さないといけないかなと。私も隠居 TV っていうことをやってるってことはどういうことかっていうと、この隠居っていうマーケットを、まあ、なんで私の世界で埋めようとしてるわけなんですよ、はっきり言ってね。隠居ブランディングっていう言い方しますけども、隠居ブランディングしてる人がいないっていうのを確認して、私はこの隠居ってものを始めてるんですよ、戦略的にですよ。そして私に追いつけないほどの、私が追いつけないほど、誰も追いつけないほどの隠居っていう頭を持ったね、タグを持った動画を埋め込んでるんですよ。
それでもまだまだ全然ですけどね、隠居って言葉自体がもう死語ですから、だからまあ私は検索されることはないかなと思いますけども、ただ隠居っていう言葉に際しては、まあ久保哲郎の発信が一番多いんではないかなという、そういう自負はありますよね。これからどんどん数に増して、質とか面白さってものをどんどん高めていって、その地位をね、不動のものにすればいいかなと思っています。まあ肝心なのは私がね、金儲けを一番にしてるわけではなくて、このYouTube の動画アップを一番にしているってことなんですよ。そうすると、結局ね、これってのはついてくるなと思いました。でも、スタートの時はお金がないんで、お金一番でしたね。だから、だんだんお金一番から違うものが一番になってくると続いていくのかなと思います。これはね、いろんなことに言えるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりこう、命を大事にしようと思っても、最初は結構粗末になっちゃうところがあるのかなと思いますよね。ここからの話はちょっとね、長くなりますんで、次の動画に移りましょう。それでは。